典型的なフィコビリソームを構成する、タンパク質サブユニットのモデル図。水色、アロフィコシアニン、青、フィコシアニン、赤、フィコエリスリンもしくはフィコエリスロシアニン。これらフィコビリタンパク質の中心を通っている、灰色部は、リンカータンパク質。チラコイド膜との接点である緑色部分は、アンカータンパク質。フィコビリソームは、卵巣、構巣。 灰色もにおける光化学系2の集合性、アンテナ色素タンパク質複合体。細胞内の、もしくは葉緑体のチラコイド膜に結合した、タンパク質の超複合体である。構成要素であるポリペプチドの数は600に達し、直径は40ナノメートル前後、全体の分子量は 1mDA を超える。光エネルギーの補修や光適応など、光合成に関わる。 様々な機能を持つ。フィコビリソームの主要な構成要素は、フィコビリンと特定のアポタンパク質が共有結合したフィコビリタンパク質と呼ばれる色素タンパク質とこれを連結するリンカータンパク質である。フィコビリタンパク質は水溶性であるがゆえ、素水性のクロロフィルやカロテノイドとは異なり脂質膜に組み込むことができない。そのために膜上にフィコビリソームとして 複合体を形成し、配置されていると考えられている。フィコビリソームは、中心のコアと周辺部のロットよりなる。コアを構成する、フィコビリタンパク質は、アロフィコシアニンである。アロフィコシアニンは、ホモ酸両体、もしくは、アルファとベータによる、ヘテロ6両体のドーナツ状ディスクを形成し、さらに中心を通る、リンカウタンパク質によって、 円柱状に連結されてロットとなっている。このアロフィコシアニンのコアを中心として、フィコシアニン、フィコエリスリンもしくは、フィコエリスロシアニンからなる、同様のロットが、外側へ向けて放射状に配列する。これらのフィコビリタンパク質は、もともと一つのタンパク質であり、遺伝子重複によって多様化したものと考えられている。フィコシアノビリンの構造、フィコエリスロビリンの構造を書く、をく フィコビリタンパク質のスペクトル特性は、保因子として結合しているフィコビリンによっておおよそ、決まる。フィコビリンは、快感テトラピロール構造のビリンであり、フィコシアノビリン、フィコエリスロビリン、フィコオロビリン、フィコビオロビリンの4種類が知られている。フィコビリソームを構成するリンカータンパク質は、数種類あり、フィコビリタンパク質のオリゴマーを相互に、もしくは、 チラコイド膜と結びつけている。通常光で曖用された卵巣シネカコカス PC7000 にフィコビリソームの主要な役目は光エネルギーを吸収して光合成の反応中心へ渡すことである。それぞれのフィコビリタンパク質は可視光領域に特有の吸収スペクトルと蛍光特性を持つ。様々なフィコビリタンパク質を持つことにより細胞は クロロフィルのみでは吸収し得ない波長域の光を光合成に利用することができる。このことは特に超波長域が減衰しやすく、クロロフィルが有効に機能しない深層の水中環境で有利に働く。好条件によってフィコビリソームを変化させる乱層もある。フィコビリタンパク質の光科学的性質の違いにより、フィコビリソームでは 反応中心へ向けて、不可逆の光エネルギー伝達が実現されている。つまり、エネルギー準位の低いアロフィコシアニンをコアとして、周囲へ向けてフィコシアニン、フィコエリスリンが配置されており、周囲からコアへ、最終的には光化学系2のクロロフィル A とエネルギーが伝達され、電子伝達系の動力源となる。フィコビリソームにおけるこれらのタンパク質の配置は、 エネルギー伝達に適しており、伝達効率は90%に達する。一部の卵巣は、光環境の変化に応じて、フィコビリソームの構成を変化させる。例えば、緑色光の環境下では、ロットの末端を赤色のフィコエリスリンで構成し、より効率的に緑色の光を吸収できるようになる。逆に赤色光を吸ではロットが青色のフィコシアニンで構築され、 赤色光の吸収効率が上がる。このような変化は、コンプリメンタリークロマティックアダプテーションと呼ばれる。また卵巣を窒素欠乏状件下で培養すると、フィコビリンが窒素の供給源となるべく分解されて減少するため、クロロフィルの緑色が勝るようになる。フィコビリソームの構造は生物によって様々なバリエーションがある。一般的には、半円盤状もしくは、 半ンダ炎上である。ロットが束になったような形状のものもある。一方、フィコビリタンパク質自体は必要とされる機能の維持のため強力な選択圧がかかることから塩基配列の進化速度は小さく保存性が高い。フィコビリソームの組成は細胞の色を決定する主要因である。卵巣は赤色のフィコエリスリンの顔料が相対的に小さく、細胞は フィコシアニンとクロロフィルにより青緑色を呈する。フィコエリスリムを多く含む種や光適応でフィコエリスリンを増した卵巣は赤褐色に見える。また海洋の新書に適応した構層類は青緑色光を効率的に吸収するため大量のフィコエリスリンを含有しており、一般に鮮やかな赤色である。構想ではフィコエリスリンが多様化しており、 少なくとも5種類の吸収特性が異なる、フィコエリスリンが報告されている。灰色もは、フィコエリスリンを欠くため青緑色を呈する。また、構想の中でも、イデユコゴメズナの単細胞構想であるシアニジウムや、シアニリオシゾンは、フィコエリスリンを失っており、青緑色である。なおクリプトモの仲間もフィコビリタンパク質の一部を持つが、フィコビリソームは形成しない。これはコアとなる。 アロフィコシアニンを書くためであると考えられている。ありがとうございます。